J1 トス大物 FWE バルボの完全移籍が合意と伊上報道。現在は登録抹消中。サガントスのビクトル・イバルボ写真ゲッティイメージズ拡大写真。イタリアのカリアリからの期限付き移籍で J1 のサガントスに加入していたコロンビア代表 FW ビクトル・イバルボはトスへ完全移籍することが合意に達したとイタリアで報じられている。セリエ A で通算130試合に出場した実績があり、コロンビア代表として2014年ワールドカップにも出場したイバルボは今年3月にトスへの期限付き移籍が決定。大物外国人選手の加入として注目を集めた。加入時のトスの発表によれば、期限付き移籍期間は今年12月31日までだとされていたが、6月30日には J リーグから同選手の登録抹消が発表された。直前の試合まで出場しており、負傷をした様子でもなかったにかかわらず、突然の登録抹消だった。互い神、ウニヨーネ、サルダなどが伝えるところによれば、イバルボは6月30日までの期限付き移籍でトスに加入しており、出場数や得点数の目標を達成した場合に完全移籍での買取が義務付けられる形の契約になっていたという。その目標は達成されず、一旦カリアリに戻る形になったとされている。登録抹消前までのイバルボの J1 での成績は10試合に出場して無得点だった。だがその後両クラブ間で進められた交渉により改めてトスへの完全移籍が合意に達したとのことだ。カリアリは将来的にトスがイバルボを他クラブへ売却した際の移籍金の 50% を受け取る権利を有する契約になると報じられている。